大沼孝治は大阪府東大阪市出身の元プロ野球選手。宇藤右内。大阪府東大阪市出身。中学時代はボーイズリーグの水戸東パワーズに所属していた。高校は香川県の人生学園高校に野球留学する。2年次から同僚投手との2枚看板で注目され、秋にはチームの大黒柱に成長し、 四国一の速球投手と歌われた。三年時の1997年夏の香川県大会では、準決勝の丸亀城最高校戦で4回裏から、9円投板したが5回裏に打ち込まれて7失点を、騎士チームは敗退した。高校卒業後は、社会人野球のプリンスホテルに入社したが、2000年4月に同年限りでの廃部を発表した。同年は、都市対抗野球に、 シダックスの補強選手として、先発勝利を飾る。最後の公式戦となった第27回社会人、野球日本選手権大会敗退後に、伊達昌司、長崎慎一と共に、プロ入りの意思を表明し、その後西部ライオンズを逆指名した。プロ野球ドラフト会議では西部が1位指名で、交渉権を獲得し、契約金1億円、出来高払い5000万円。 年俸戦3 0 0万円で入団を追いした。西部時代2001年5月6日の日本ハム戦でプロ初登板した。アーム式のフォームから繰り出す 150km を超える、ストレートと鋭いスライダーはあったが請球難やに、軍では高成績を上げても一軍では打たれる。精神的な村等で一軍では勝利を上げれず数年伸び悩む。2004年4月19日に、 待望のプロ入り初勝利を挙げると、5月7日に初、カンプ勝利を挙げた。相手の日本ハムは同年、リーグ最多の大英の739得点に次ぐ731得点で、この試合以外で、相手投手が、関東カンプを達成することはなかった。夏場には中継ぎもこなし、終盤には不調で二軍落ちした、豊田清の大役として、クローザーも経験し、 4勝6敗3セーブを挙げた。翌2005年も先発、中継ぎの両方をこなして、フル回転し、5勝7敗1セーブを記録した。2006年にチームを去った、豊田、森真嗣の後釜として、キャンプ時から小野寺力と共に、クローザーの候補に挙げられる。オープン戦で結果を残すものの、シーズンでは、制球難で結果を残すことはできなかった。 2007年は春先は1軍だったが、4月13日のロッテ戦で7失点を喫すると2軍に降格。2軍では2年連続で、防御率も2点台と安定したピッチングを見せ、9月には1軍で先発ローテーションの一角を担ったが、防御率は6.75で、わずか1勝しか上げられなかった。2008年、開幕から1軍に入り、中継ぎとして、 自己最多の52試合に登板、防御率3.69と活躍をした。ビハインドのロングリリーフが中心だったこともあり、投球回数は83.0回を記録した。また交流戦でプロ入り初打席に立つが3球、三振だった。2009年は前年を上回る54試合に登板し、防御率3.14と自己最高の数字を残した。シーズン序盤は、 セットアッパーやロングリリーフとして安定した活躍を見せ、小野寺力が不調に陥った際は抑えを任されることもあったものの、疲労から徐々に先発の勝ち星を消す試合やさよなら敗戦などが増えた。それでも前年の2倍の19ホールドポイントを上げ、軒並み不調に終わった中継ぎ陣の中でフル回転をした1年であった。2010年は中継ぎ。 または敗戦処理として起用されるが目立った成績は残せなかった。シーズン中盤、投手陣に故障が相次ぎ、3年ぶりに3試合先発で起用される。その後は、不審が続きに軍を打ち、そのままシーズンを終えた。同年オフには、背番号が61へ変更となったが、春季キャンプ直前の2011年1月26日付で、 坂本や太郎との交換トレードで横浜ベイスターズに移籍することになり、同番号でプレーする機会はなかった。横浜移籍者年度の2011年も不振が続き、14試合で防御率も8.249と前年より成績が悪化した。2012年シーズンは右肩痛が直らず、1軍、2軍を通じて、当番機会がないまま6月25日に、 任意引退選手として公示され、現役を引退した。同年11月15日に任意引退選手公示を抹消し、自由契約選手として公示された。ありがとうございます。